オーストラリアでタリスマンセーバー21が行われていました。オーストラリアとアメリカが主導となり、自衛隊も参加しています。今回、このタリスマンセーバー21号軍事演習について詳しく見ていきます。水陸機動団も参加していますよ。でも、韓国は何しに来たんでしょうか。中国に命令されたんですかね。2021年6月25日から8月7日にかけて、オーストラリア・クイーンズランド州ショールウォーターウェイ演習場などを中心として、タリスマン・セイバー21が実施され、オーストラリア陸軍第1師団、アメリカ海兵隊第3海兵隊、機動展開部隊、ダーウィン・ローテーション部隊、イギリス海兵隊ロイヤル・マリン・コマンド、そして陸上自衛隊、水陸機動団第2水陸機動連隊が参加した。陸上自衛隊の水陸機動団は、離島防衛、奪還を目的とする水陸両用作戦の専門部隊として、2018年3月に創設され、2021年現在は、長崎県佐世保市の相浦駐屯地に、2個連隊に偵察中隊、施設中隊、通信中隊、後方支援大隊、水陸機動教育隊を配置、他に、3つの分、ダムロ地の兵員合わせて、2400人で編成されていて、将来的には、3個連隊3000人以上に拡大するとされている。この、タリスマン・セイバーとは、アメリカとオーストラリアを中心として、2005年から1年おきに実施されている、多国間共同出動訓練で、今回の、タリスマン・セイバー21、では、陸上部隊として、オーストラリア陸軍とアメリカ海兵隊のほか、陸上自衛隊水陸機動団、イギリス海兵隊が参加したほか、オブザーバー参加として、カナダ、ニュージーランド、韓国も参加した。なお、前回のタリスマンセイバー19では、日本、アメリカ、オーストラリアの参加国であったが、今回は、イギリスの参加があったものの、コロナ禍への懸念から、参加人数は、前回の2万人から1万7000人に縮小された。この、タリスマン・セイバー21の目的について、オーストラリア国防軍展開型合同部隊本部、ドズフ副のジェイク・ウェルウッド少将は、この演習によって、どのような厳しい環境にあっても、アメリカ軍とオーストラリア軍が、早急に複雑な任務を実施できるという能力を証明することができるとして、さらに、周辺の友好国、提携国、同盟国と、広範な相互運用を開発する可能性が得られる、良い機会であるとしている。今回参加した、アメリカ、オーストラリア、イギリス、日本の水陸両用上陸作戦部隊は、高度な陸上戦闘訓練をこなしたが、演習海域付近には、中国海軍の情報収集艦2隻が偵察を行っていて、中国がこの訓練を重要視していることが伺い知れる。また、この訓練の一環として海上作戦も展開され、アメリカ海軍、オーストラリア海軍、海上自衛隊のほか、カナダ海軍、韓国海軍の以下の艦艇が参加しており、オーストラリア東方海上において、戦術運動、射撃訓練、対潜訓練、通信訓練、電子戦訓練そして上陸作戦訓練が実施された。参加艦艇は、アメリカ海軍からは、強襲揚陸艦、アメリカ、ドッグ型輸送揚陸艦、ニューオリンズ、ドッグ型揚陸艦、チャーマンタウン、アーレイバーク級駆逐艦、ラファエル・ペラルタ、補給艦、アラン・シェパード、ラパハノック、オーストラリア海軍から、強襲揚陸艦、キャンベラ、ドッグ型揚陸艦、チョールズ、駆逐艦、ブリスベン、フリゲート、バラマッタ、バララット、カナダ海軍からフリゲート、カルガリー、韓国海軍から、駆逐艦、ワンゴン、オーケン、そして、海上自衛隊からは、護衛艦、マキナミが参加した。
前回のタリスマンセイバー19では、陸上自衛隊の水陸機動団とともに、海上自衛隊からヘリコプター搭載護衛艦、伊勢と輸送艦、国崎が参加して、アメリカ海兵隊との共同対処能力向上の訓練を実施したが、今回、水陸機動団第2水陸機動連隊は、オーストラリア海軍の強襲揚陸艦、キャンベラあるいは、チョールズに乗艦して、訓練に参加している。オーストラリア海軍のキャンベラ型強襲揚陸艦は、スペイン海軍の強襲揚陸艦、フアン・カルロス1世を、オーストラリア向けに設計し直した準同型艦で、満載排水量 27,850トン、全長 230.8M、全幅 32M であり、全通飛行甲板と大型ウェルドッグを装備して、ヘリコプター12機、LCM-1E 型上陸用集艇4隻を艦載している。なお、全通飛行甲板はスキージャンプ方式でストブル機器が離発着可能であるが、2番艦のアデレードとともに F-35B などを艦載する機能はなく、予定もないという。ドッグ型揚陸艦、チョールズは、満載排水量 16,100トン、全長 176M、全幅 26.4M で、米型補助揚陸艦とも呼ばれているが、これは、チョールズが、もともとは、イギリス海軍補助艦隊、RFA のドッグ型揚陸艦、ラーグスベイであったことと、同型艦が、すべて、00B と名付けられていることから、そう呼ばれている。ちなみに、今回の訓練に参加した、オーストラリア海軍艦艇は、駆逐艦、ブリスベンは、スペイン海軍の駆逐艦、アルバロデバサンが、原型のホバート級、フリゲート、バラマッタ、バララットは、ドイツ海軍の MEKO-200 型フリゲートが、元設計のアンザック級であるなど、自国の軍艦のオリジナル設計経験も、単独で建造した経験がなく、この先建造を計画している、アタック級潜水艦の建造遅延に、影を落としているとされている。今回、アメリカ海軍は、強襲揚陸艦、アメリカと、ドッグ型揚陸艦2隻を参加させているが、アメリカには、揚陸艦の代名詞とも言えるウェルドッグが廃止されていて、そのため、上陸作戦を展開する際には、ドッグ型揚陸艦とペアで行動することが多い。アメリカ海軍では、今後、大規模な水陸両用作戦が起こる可能性は、低いとの判断で、強襲揚陸艦では、航空運用能力の強化を求めて、アメリカ型は、アメリカと3番艦、トリポリでウェルドッグを廃止した。しかし、近年の中国軍による南シナ海などへの露骨な軍事行動を受けた海兵隊が、揚陸作戦遂行能力の低下を嫌って、ウェルドッグの再搭載を要求したため、今後就役する3番艦以降は、フライト1として、L 客2隻程度を搭載できるようになるとされている。ただ、そのために、F-35B などの運用に必要な、航空燃料タンクや弾薬庫のスペースが縮小される可能性があり、航空運用能力の低下が懸念されており、フライト1については、排水量の増大を視野に入れているとされている。今回のタリスマンセイバー21に海上自衛隊からは、出雲型、日向型護衛艦、あるいは国崎型輸送艦は派遣されなかったが、これには水陸両用機動団が有事に他国の強襲揚陸艦から作戦行動を展開する可能性に配慮したためとの見方がある。実際に国崎型が稼働できないような事態が起これば、このようなケースが十分想定されるため、今後も同様の訓練が継続されることになると思われる。このように、日本とアメリカだけでなく、オーストラリア、イギリスなども、有事には共同作戦を展開する能力があることを中国に見せつけることで、強引な海洋進出や台湾侵攻、さらには、尖閣諸島の実効支配などの軍事行動を思いとどまらせる抑止力となるであろう。